はい、江北みなもさんに来ましたね。みんなお寿司がね大好きでね、2回目でございますね、江北みなもさんね。ここに来ても、もうこれちょっとねやばいですね、もうね、結構来るようですね、これを目当てにね、一人でもね来れるようになったんでね、初めてね、そういうことですね。恥ずかしいですけどね、あと宇宙戦艦ヤマトの映画を見たいですけどね、ちょっと分かんないですね、まだね、はい、あとですね、ヨアラ研究所の先生はすごいね、すごかった、音楽がね上手になるのはね運だということでね、まあ全部見てくださいます、はい、ただね、私はねこの運っていうものはねもう変えられると思うのでね、まずね、まずこれはね、従業員をやらないってことですね。まずは従業員をやらない、従業員ね、うん、まあ社長ならいいと思いますけどね、社長でね、まあ何もしなくていいとかね、そういう状態ならいいと思います、うん、でもね、やっぱね、会社の経営っていうのは大変だと思うんだよね、やっぱりストレスがね、だから、うん、やはり通貨発行権っていうところに行くね、通貨発行権からね、もう従業員から解放されるっていうかね、通貨発行権から解放されるとね、これも運命変わりますんでね、うん、いろいろなね方法がね、うん、教えてくださってる方がたくさんいますのでね、はい、もう私もいっぱい喋ってきました、もう長い間ね、はい、どうもすいません、失礼します。